青天の霹靂であった。アレスの裏切りにより異界の創造主ゼウスは撃たれた。そして突如現れたゼウスとの和解により乱は収束に向かう。オーディンは圧倒的な力を持って人間の前に立ちはだかる。ゼウスとの死闘で力を使い果たした連合軍。アースガルズの奴ら、あっという間にわしらを取り囲んじまった。ええ、幸いオーディンは状況を静観しています。急げば。強大な力があるからこその余裕か。何を考えているか全くわからんな。奴の動向には十分に注意しなければ。オーディン、ついに姿を現したか。あの者の力、計り知れぬ。奴やアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ脱出戦に誘導しよう。秀吉、皆を無事に逃がすために力を貸せ。オーディンと対抗するべくアテナも守ってほしい。お安い御用じゃ。美人は守っちゃだ。なんて、はあ、それに父の力を奪ったアレス、もはや人の手には負えまい。お前たちは早く逃げろ。ふん、強がりよ。お前の手になら負えるというのか。ようやった。戦もはかどるわ。私こそ全ての世を滑る存在。ほう、全てっちゅうことはこの世界も戦界もわしらの住む人間界もか。そう、そのための手段がここに。邪魔するなら消してくれよ。こうなっては人も神もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。この場を切り抜けるとしよう。船で逃げるので凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやる。中罰する。船をまとった怪物だと。やつら、船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。選ばれた人間不可能は何だ。怪物も面白いようにしたのか。あの男が怪物を操っているのだ。オーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。まさか。そんなものは序の口にすぎない。私の願いはこの先にある。調子に乗るな。仕方ない。君は失敗しただと。これは何かの間違いだ。小賢しい。こうなってしまっては船での撤退は難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れてタイロへ向かうぞ。承知したで。秀吉様、どうかお気をつけください。やれたら嬉しいな。かしこまりました。はぁ、はぁ、はぁ、後ろを任せたぜ。人間を頼るなど情けないが、今は協力するしかあるまい。せっかくだ。私の力を見せてロキ。お前はアレスを援護している。はっ。オーディンたちに出てきたか。できれば奴らの相手はしたくなかった。だが他を持ち込めれば勝機はある。一人一人囲んで倒してしまおう。よかった。戦もはかどるわ。
父上の力、俺は主神になったのだ。正しき秩序で世の全てを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。気に食わぬが、オーディンとやらは他の神とは威圧感が違うわ。見事な活躍やのう、トシーズ。槍のマタザを名乗るだけあるわい。ここで遅れは取れねえからな。あんたの暴れっぷりもすげえぜ、郊外殿。私に挑むとは愚か。力不足に絶望するがいい。やるな、勝手に。さすがは鬼柴田と呼ばれるだけはあるぜ。あぬしの怪力こそ見事なものよ。遅れるな、おしまいだ。まずは執着に行くぞ。さあ、そろそろもう一人の招待客が来る頃だ。赤い家の渇望は止められん。時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつわしを追ってきとらんか。この状況でまだ諦めない。わきまえろ。それほど愚かなのか、それとも信念が強いのか。滅びの定めからは逃れられぬ。うわっちゃ、追いつかれちまった。このじゃ退却できんわ。戦うしかねえ。なんとかなったわ。今のうちに急いで逃げるんじゃ。ウバタラキ、タイン。来た武勇見せてやる。私が終わらせてやろう。逆らう相手を間違えたな。
その浅はかさ、後悔させてやろう。次に会う時までその命預けておく。こちらは逃げ切れた。残っている者も皆助け合って撤退してほしい。よっしゃ、皆うまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけじゃ。早くこっちへ来てくれ。皆で生き延びるんじゃ。たちの力を思い知ったわ。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げ切れたか。しかし凄まじい力じゃったわ。それを探りつつ対抗する手段を考える。かつてわしらはオロチやヨウジャのもたらした絶望的な状況から這い上がる。待て、今回は急を要するゆえに協力したが、お前たちはもうこれ以上オーディンやアレスに関わるな。人間は本来神に守られるべき存在。父が巻き込んでしまったことは心から謝罪する。ほう、何か手があると。それはわしらには戦う力がある。誰か。アテナ殿、よければそのために力を貸してもらえないだ。わかった。私は女神として人間を見守る義務がある。そしてお前たちを巻き込んだ責任もしばらくは共にやろう。うん、責任感が強いのはいいが融通が効かんな。追って。ああ、やっぱりそんな気はしてたんだ。そうなっては大変です。お前たち忍びは偵察を得意とするそうだな。お仕事でやんすね。実は味方との連絡が途絶えて。お安いご用で、ひとっ走り行ってきやすぜ。御意。炎章さん、一つ提案があるんですがね。なるほど、この私の意向を盾に味方を増やそうというのだな。まそんなところです。炎章。なるほど、悪くない策よ。総大将は炎本所が務める。乗りやすいお人だ。ま今回ばかりは。